上田区博は、日本の元弁理士、ベストライセンス株式会社社長、大阪大学工学部金属材料学科を卒業後、大手自動車メーカーで6年間勤務、東京大学大学院、法学政治学研究科修士課程を修了する。1994年より、弁理士としての活動を開始するも、2013年4月10日付で、日本弁理士会から、 回避対能を理由として大会処分を受け、便利子登録が抹消され、便利子として業務を行うことができなくなった。同時期より自身及びベストライセンス株式会社の名義で他社がすでに使っている商品名などについて極めて多くの商標の登録出願を開始。そのほとんどは手数料を支払っていないために却下されているが、 出願情報は出願公開広報や J プラットパと似て公表され、却下されるまでの間に、すでに商品名などを使用していた他社が、使用や商標登録を断念する懸念があるため、特許庁がホームページにて注意喚起を行っている。上田がベストライセンス株式会社名義で商標登録出願を行った範囲には、連続テレビ小説、まちゃんのジェジェジェ、 ドラマ、半沢直樹の、倍返しなどの流行語から、一週間フレンズや、ラブライブといった名称そのものまで含まれている。さらに、携帯電話を意味する、モバイルの冒頭に、A から Z までのアルファベット一字を加えたものも、出願した。また、出願件数も膨大であり、スタップ細胞はありますなどを出願した2015年の、 総出願件数は14,786件、民進党などを出願した翌2016年は25,000件を超え、日本全体の出願件数の1割以上に及んでいる。2016年10月5日には、ピコ太郎の楽曲、ペンパイナッポアッポーペンと PPAP などの略称を出願、同時期に PPAP の商標出願を行っていた。 エーベックスグループホールディングスとの間でトラブルとなっていることが話題となった。上田はニュース番組ユアタイムの取材に対し正当な競争。先に出願してるから当社の勝ちなんですよと答えた。ベストライセンス及び上田はピコ太郎やエーベックスと何の関係もなく先に商標登録して権利を得ることで利益につなげることを目的としていると公言している。 しかし、これらの出願は、他人の周知、著名商標等と紛らわしい場合や、公共の機関の表彰と紛らわしい投稿へ規制に反する場合等には、商標法第4条に該当して、商標登録されることはない。また、仮に商標登録されたとしても、曲名や歌詞に用いることは、商標の使用には当たらないため、制限されない。さらに、商標法、 第29条では、商標登録出願の日より前に生じた他人の著作権、著作隣接権に抵触する商標は使用できないとされているため、PPAP の著作者である、ピコ太郎本人が CD や関連グッズ販売を含む PPAP を使用することには、障害がないと見られている。なお、後に、ペンパイナッポアッポーペンと PPAP は、 エーベックスグループホールディングスの商標として登録され、ベストライセンスによる出願は却下されている。2018年に商標法の改正が行われ、手数料未納の商標出願から分割した場合は、分割後の出願について元の出願日を維持しないこととなったが、この改正はベストライセンス対策で行われたと見られている。ありがとうございます。